警察によりますと先月10日港区の無職の70代女性のところに警察官を名乗る男からあなた名義のクレジットカードでバッグが購入されましたが引き落としができませんこれは犯罪ですと電話がありましたその後、刑事や検察官を名乗る男らから毎日のように電話が続き先月27日 SNS で事件解決のために口座に入金してくださいと指示されました その翌日、女性は刑事を名乗る男と一緒に金融機関に向かい、1185万円を騙し取られたということです。警察は一人で判断せず、誰かに相談するよう注意を呼びかけています。